まず、英語力アップの上で一番大事なポイントは、達成イメージです。先ほどね、電話を取ったり、道を聞かれたりという話がありました。こういうことができるようになりたいなっていうイメージが、具体的に、例えば TOEIC のスコアでいきますと、何点ぐらいを取ることが、それができるようになることなのかな。これを具体的にね、イメージしていくというのが、すごく大事になります。例えば、470点というのは、受け答え、簡単な応答ができる、あるいは簡単な説明ができる、先ほどでいきますと、電話を取って応対ができる、あるいは道を聞かれて答えることができる。600点は今度はプレゼンですね。いろんな説明を聞いて内容がわかる。730点はミーティングで発言ができるイメージです。860点までいきますと、今度はね、詳細な打ち合わせだったり、交渉だったり、ディスカッションに参加することができる。こんなところがね、イメージになってくるかなというふうに思います。私自身ですね、英語学習を実は始めたのは29歳の時ですね。多分皆様方と同じように、仕事の中で、これは英語力高めなきゃいけないなということで、実は始めました。で、今回ですね、こちらの実践編をご覧の皆さんは、基礎編ということで、千田純一先生の講座をお受けになったというふうに思うんですけれども、私もですね、会社の中で千田純一先生の講座を受けて、29歳の時にですね、一大決心をしまして、これまでのね、自分じゃいけないから、これから英語は頑張っていこうということで始めました。最初に受けた TOEIC のスコア335点だったんですね。そこからですね、1年ぐらいで600点を超えて、2年6ヶ月ぐらいで730点を超え、3年半でですね、860点ぐらいまでやってまいりました。今はね、900点を超えていますけれども、それぞれのレベルの時に、やはり一番大事なポイント、体験的に振り返ってみてということもありますし、今は講師としてですね、いろんな皆さんの英語力アップをお手伝いする中で、このレベルではやはり一番こういうことが大事なんだなというのがね、最近分かってまいりました。今日はそれをね、90分ぐらいになるかというふうに思いますけれども、この講座の中に集約をして、そしてお二人に体験していただくと同時に、それからご覧の皆さんにもですね、一緒に練習をして、ここがポイントだなというのを一緒に掴んでいく、こんな講座にしたいというふうに思っています。よろしいでしょうか。はよろい、しくお願いします。よろしくお願いします。では具体的に470点のね、レベルから見ていきたいと思います。すでに470点を超えている皆さんというのもね、多分ご覧になってるかなというふうに思うんですが、英語力アップは山を登るイメージなんですね。つまり、土台が大きければ大きいほど高い山を作ることができます。逆に470点を超えてしまったから、もう470点のことはいいぞというふうにですね、手を抜いていくと、実は伸びが止まってしまう。そんな恐れもある。すごくね、大事なポイントになります。470点の実践力は、応答と簡単な説明ができる、こんなイメージです。では、これから具体的に会話を聞いてみたいと思います。まずは実践力、どれぐらいできるかということで、リスニングのチェックをしてみたいと思います。これから CD で会話の場面のお話ですね、会話を流していきたいというふうに思うんですけれども、ぜひ自己評価をしてほしいんです。評価1から評価5です。1は全然聞き取れない、2は部分的に聞き取れた、3番は何の話かが分かりました、4番はほとんど大体分かったかな、5番目はですね、どんな状況でこんな人が話してるんじゃないかな、ある意味イメージですね、頭の中に絵が出てくるようなぐらいのイメージができた、鮮明に分かったと言ったらいいでしょうかね。そんなイメージで5段階評価というのをしてほしいと思います。ご覧の皆さんもね、ご自身どれぐらい CD が聞けるか、先ほどの5段階評価で確認をしてみてください。では CD をおかけします。Round 15. Talking about books. You have to read this book I just finished. Lend it to me, but I won't get around to it until I'm through with this novel I'm reading. はい、という会話でございました。では根本さんは評価はいくつぐらいでしょうか。はい、評価3で何について話しているかがなんとなく分かったと。ちなみに何についての話でした。本ですか。本ですね。はい、大正解です。吉田さん、いかがでしょう。同じく評価3ですね。テーマについてそれだけしか聞き取れませんでした。なんとなく本の話をしているのかなっていうのは分かった。でも逆に言うとですね、何の話か分かったというのはね、大体半分ぐらい分かったような評価でいいんじゃないかなというふうに思います。ただ自己自身がこの場にいた時に本の話だというのは分かったけれども、その先、例えば会話に加わってみたりとか、
あるいは自分が問いかけをねされたっていうことを考えていくと、もう少しわからないと答えられないのかなというところだと思います。はい、ではですね、具体的に内容を確認していきたいと思います。